Everything okay? 中田ワールドのワールドタイムはざっくり説明すると、千葉県の魅力を伝える非公認のローカルバラエティ番組なのです。今回のワールドタイムは2023年の最初の企画は、わざわざ成田空港に行き、成田エクスプレスに乗り東京に向かいます。レディー東京ステーション。要するにね、デザイン性は完全、デザイン性はスカイライナーの方がかっこいいんだけど、ただ座席に関しては成田エクスプレスの方が上かなって。すごい語るね、座席だけでそこまで。でモニターも正直、ワールドタイムのスポンサーは中川ワールドと、その他のスポンサーはいません。中になんか前と後ろだけなかったかもしれないね。ないか。だけど成田エクスプレスはこれ真ん中にもモニターがついてるから、こういうなんかお客様に対しての配慮は多分成田エクスプレスの方が、結構勝ってる部分も多いの。成田エクスプレスは結構、でも俺的にはスカイライナーの方がこういう異音がなかった。ちょっと高音とかこういうなんか走行音に関しては確かにね、これ成田エクスプレスもなんかすごい快適にこう乗れるんだけど、あんまり揺れを感じないんだけど、でもスカイライナーの方が揺れは感じなかった。そうだね、もっとスーッて言ってるイメージだった。そう、スーッて言ってるイメージだったんで、走行性に関してはスカイライナーの方が上でした。そう、あとやっぱり速度が一番でかかった。そうだね、160キロ出す、在来線の線路で160キロ出してる。ワールドタイム、ワールドタイムだよ。見て、誰もいない、これね、誰もいない感じね、これね、いないですね、やっぱり走行、なんかこの、なんか本当オフィス、なんか綺麗なオフィスビルにいるような感じ、もう建物がそのまま動いてるみたいな感じですね。いや、来ないね、なんか駐車みたいな、なんか拝見しますみたいな。来ない、そのうち来るかな。そのうち来る、油断してるところで来るかもね。油断してる時に、もしね、もしね、成田エクスプレスさんでもスカイライナーさんでもいいんですけど、もしよかったらね、このテーブル、これなんかラバーマットみたいな素材の商品です。滑り止め感覚、そうするとカメラとか置きたい人とか、携帯とか置きたい人とか、もし何かあった時にズルっていくみたいな、できればね、ちょっとお金かかっちゃうかもしれないですけど、できればねこの辺ね、ラバーマットみたいな感じでちょっと滑り止めをつけてほしいね。サラバじゃん。止まりそうな雰囲気出してるけど止まんないんですね。なんか雰囲気止まりそうな感じ出してるけど、はい、タグちゃんの後ろにはもう総武線が、はい、おなじみの黄色いラインのね、エクスプレス感を出してる。なんか今総武線はさ、ちょっと総武線って感じだ。でもエクスプレスはエクスプレスって言ってる。120キロぐらい、100キロぐらい、120キロぐらいかな。わかるんかい。体感。スカイライナーの時はもっと速かった。ああ、そうかもしれない。ちょっとあのね、飛行機のあの耳がちょっとだから、なんかあれや、潰れた感じあるやん。あれをちょっと一瞬感じたもん。あのスカイライナーの時は。耳が真空になった感じ。ちょっとつい痛くなるような、あの現象はちょっと起きたもん。このカバンよかったらこれちょっと使ってみて、はい、これどう使うのかな。やってみようか。やってみよう。うん、これをオープンって書いてあるから、はい、これを通して、え、どう通すのこれ。何これ、キャリーケースだとよく取っ手とかつけてる。こういう風に使う。1234、1234、1234、5、6はないね。はい、で、ロックってなると00。すごいね、勝手に全部オールロックになるよ。オールゼロになるよ。オープンできるか、オープンできるかやってみようか。できないよ。あ、じゃあ、さっき1234にね、はい、じゃあ1234と。なんかこのね、気持ちいい押すのもちょっとね、ちょっと圧があるんです。
ちっちゃいね、プチ圧があるんだよ、少しプチ圧があるんだよ。できるのかな、できちゃうのかな、はい、できちゃう、できた、できましたね、よかった、嬉しい。ワールドタイムだよ。ワールドタイムは中田ワールドと、その他のスポンサーはいません。朝からご飯になりたいかって言われるって、こんな幸せなことがある。あ、残念、エクスプレスでエスプレッソ飲みたかったな。エクスプレスでエスプレッソ。そう、エクスプレスでエスプレッソ。いや、あなたの番です。なんか言いたかっただけやな。あなたの番です。なんかドラマの主人公のセリフにありそうじゃない？なんかの。だー。誰？あのモグル服。あ、いやで笑わせるつもりだよ。ドーンじゃなかったよ。なんあダーッダーって言ったよ、それ猪木やん、ね、そう、ドーンうわーって言って、そう、人が回転して落ちていく、なんかすぐフラッシュ、フラッシュみたいなやつで、そうそうそう、ブラックフラッシュ、そうそうそう、回転していくの。よっしゃー、俺このまま新宿乗ってくるんですか。いや、くつろぎすぎだな、お前降りるんだよ、東京に。中がです、これ中、こうやって中がです、中がこちらが荒川です、はい、川来た途端の食いつきやべえな。そして荒川越えたらなんと見えるのが、はい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 、すごい、はい、東京スカイツリーさんが見えるのが、おい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 、見えないだろ、邪魔ですね、いなくなっちゃった、ね、